まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。はい、ただいま開店いたしましたふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店や一緒に活動している仲間たちと楽しく語り合っていく地元の物産情報番組です。7月25日の水曜日、 FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたします。それでは本日出勤しているメンバーを紹介いたします。店長の森さん。はい、こんにちは。菊水道より出向しております、物産振興会公式サポーターの板崎さんです。今ブスって言いませんでした？心の声が聞こえたのかどうか。いや違います、モラさんね。ちょっと、ほんと、はい、板崎です。今日も笑顔で頑張ります。そして私、副店長の鶴です。ブサオです。この3人で本日はフォローしたつもりです今ので。美人が今日は来ていただいております。今日のゲストは大牟田瞳。ちょっと、違う。あのね、ボロボロ。ちょっと、ブーブーぐらいから落ち着こうか。そうですね。ただいま2時3分。まだ、まだ、うん。あ、そうですね。わかりました。じゃあ、ゲストの紹介からどうぞお願いします。はい。はい、本日のゲストは、大牟田人巡りライターの、コウモリ彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。隣に座ってるからボロボロになっちゃうんですかね。そうなんですね、多分もう心が折れてます。それではフリートークに移ります。森さん、よろしくお願いいたします。おお、なんか気になる女の子を横に座ると心が折れるんだな。はい、もうボロボロになります。はい、あのちょっとまだ私は汗汁を見たことがないんで、はい、つる汁でしょ。あ、汗汁じゃない。汗汁はただ多分単なる汗だよ。外を歩いてるだけで出ます。はい、わかりました。ということで、今日はゲストに来ていただいてます。で、今月はなるべく大事山の月なので、はい、ゲストも大事山に関して、関わってる人ということで、いろいろ来ていただきまして、今日は最後ということで、大牟田人巡りライターの小森さん。はい。紹介する前にまずお詫びをしなきゃいけないのが、ホームフェイスブックに、はい、のふるさと大牟田屋のページに、先に告知してたんですけども、コウモリ彩香さんの花が、はい、私漢字間違えて、花の花って書いてましたけども、はい、香るの花なんですね。はい、朝から泣きました。はい、私あの覚え方は中華料理屋の最後の覚え方をしてたんで、もう何の疑いもなくそのままで最下と打ち込んで、はい、で話してました。大変失礼いたしました。お詫びして訂正はするかな、もうめんどくさいかな。そのままかもしれませんけど、まあそういうことでよろしくお願いします。で、まあ小森さんは2回目 ?3 回目 ?2 回目です。あ、まだ2回目か。はい。で、まあいろんな顔をもちろん、制御は、ハンバーグ店の店長というのがある上に、はい、まあいろんな、町づくり、昔は町づくりの具体的なあれとかプロデュースとか、はい、いろんなこともやって、今は、ライター書くのが一応中心ということでよろしいですか。はいはい。あ、ダメだ、やっぱりね、横にしてもらわなきゃいけなかった。斜めに見るのはちょっとなんか、なんでですか。話がということで、今日は、大牟田人、大牟田人巡り、ほら、誰だっけ、阿部くんが。そうそう、筋肉が美しいけども、はい、とても気の弱い。うん、はい。阿部くん。はい、元、地域おこし協力隊で、大牟田市に3年いて、はいはい、その時に立ち上げたウェブサイトが大牟田人巡り。そうです。で、去年、一応任期満了で、はい、で、協力隊ではなくなったけども、このウェブサイトはそのまま引き続きという、はい、でそこの中のライターということで、そうです。で、今日なんで来てもらったかというと、ここのところずっと独山を中心とした、はい、あの大事山の記事を連日載せてもらってて、
で、まあ私も、鶴さんも肉で、まあ、どちらかというと内側の人間なんで、はい、まあ、外から見たのがどうかなっていうところをちょっと話を聞ければなというところで、呼ばせていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日内田君は福岡、今日福岡にいるそうですよ。相変わらずやね。多分大丸かどっちかにいるんじゃないかなと思いますけど。あと刀鍛冶は仕事ですね俺毎回思うけどさじゃあ私たちは何なんだと。ただこのやっぱこの暑さの中にやっぱりちょっと大変じゃないかなと。ねえ、うん、多分彼が一番大変だと思います。大変だよね、はい、遠赤もすごいだろうしね。すごいでしょうね。広重さんも仕事ですね。あの人はねちょっとね、秋の私たちが、はい、あのふるさとおむたや の次の企画として考えてるやつのことで、はい、今死ぬほど頑張ってます何の余裕もないぐらい、ね、けど祭りの仕事で忙しいのですいませんって言ってましたよ今日。それはね強がりだとあ、でも、ね、でも本当にそうだろうな。もう、うん、今からは祭りだろうな、まあ、しょうがないんじゃないかなと思いますけど。ということで、今日が水曜日で、一応今日、私は肉の、はい、準フル装備じゃないですけど準装備で。そうですよね、毎年コスプレかって言われるんだけど、はい、決してコスプレではなくて朝から町内の、はい、みゆき花といって、まあ、彼女さんと一緒に一軒一軒回って、で、まあ、ぶっちゃけ出てしまうとお金をいただくと、はい、お払いをしてというふうなことを朝からずっとやんなきゃいけないんです、はい、要するにやっぱりお金がかかるもんなんで、お金を集めをしなきゃいけないということで、で年々やっぱり、うち肉なんで銀座地区とかなので、はい、高齢者が多かったり、もうその店だけ出して住んでる人が少なかったりっていうので、なかなか年々厳しくはなってますけども、はい、まあ、それでも昔からいる方なんでお祭りのためだったらということで、うん、氏子さんということで心よくお笑いを受けてもらってるところです。で、まあ、明日も、明日は今度は夜、はい、うちの周りはスナックとかいろいろ店が多いんで、そういうところもまた回ってということでね。鶴くん、そうですね。あれええ右から左に流してみるか来年よろしくお願いします。はい、わかりました、はい、ということで、もうちょっと今日は早めに、音楽に行って、で、今日来てもらってますライターがで、まあ、ライターの目で見た多分六山が中心だと思いますけども、その辺の話を少し伺いたいなと思います。はい、ちょっと早いけど、音楽をお願いします。ふわふわしております。違う違う違う、あの曲だ、曲、あ、曲は本当にふわふわしてるな。違う違う、その曲でもないそうですね、ビーズで本当はですね、太陽の小町のエンジェルを流してもらう予定だったんですけどはい、はい、ちょっと伊田崎さんがイラついておりますトラックが1個間違ってないようですねまあまあビーズはビーズなんで、まあ、はい、大丈夫です。ちょっとしっとりお届けしました。はい、ありがとうございました。ということで、後ろの BGM が、はい、これは、大井コーラだからラジャマ林か、はい、ね、よかったら使ってくださいってなんかってありますね。はい、はい、分かりました。そういうことで、では改めて、今日のゲストを紹介いたします。大牟田人めぐりライター、コウモリさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、大牟田人めぐりというウェブサイトは、今でも、もちろんあって結構人気なんですよね。ありがたいことに街を歩けば声をかけていただけるぐらいにはなりました、ね、から、ほとんど毎日更新。ですね、その編集長が千葉に修行の旅に出まして、うん、ほいほい、いなくなっちゃったんですよね、うん、それでちょっと春から更新が少なくなってきてたんですけど、うん、あ、大蛇山始まっちゃうと思って、先週ぐらいからまた元気に毎日更新を。そうですよね、はい、で、まあ、大蛇山ということで、で、目をかけたのつけたのが六山。まずですね、大蛇山の話になると絶対年配の方が出てきちゃうじゃないですか、うん、会長とか、うんうんうん、私は若い人の話が聞きたかったんですよ、うんうん、若い人誰かいませんかっていう話をしたら、六山事業推進部の部長さんが30代
ということでご紹介いただいて、うん、その方からお話を伺って今2区に所属してある岡田さん、岡田くんかな、はい、ね、その方がすごい熱い方で、これはちょっと大事山しっかり追わねばということで、まあ、2区にいらっしゃるということと六山事業部ということもあったので、今回は六山をしっかり回らせていただこうということで、毎日一山ご紹介という形でやってます。そうですよね。で、まあ、確かに今言われて気づくけども、アップしてる写真も平均年齢でものすごい低いですよね。はい、若い方になるべくそう、あの頭の白髪とハゲはあんまりない、はい、確かにね、なんかその辺の意図は分かるし、インタビューしてるのも、まあ、もちろんある程度の役職にはついてるだろうけども、まあ、実動部隊の長だとか、ね、責任者とか、はい、そういうところですよね。で、まあ、もう六山全部回られました。回りました。じゃあ取材は終わって、はい、昨日が、御嶽神社の第2区、はい、で今日が3区、はい、で明日は諏訪ですね。諏訪で一応6つ終わり、はい、6つ終わります。じゃあもう率直にその6つの今山を回って、はい、なんか違いとか、はい、あのよくやっぱりみんなあの大邪魔で、言われるのが、はい、山みんな一緒でしょってやっぱ言われるし、それからそれは一緒っていうのは六山ものも一緒だし、それから六山と地域山と言われる、大食パレットが出てるところも、はい、まあ、観光客から見れば一緒というところだと思うけども、まあ、その辺を実際に六山6つの山を取材してみて、まあ、六山の特徴もしくはそれぞれの山の特徴とか、はい、なんか感じたところあります？まずその六山の特徴っていうのは誇り高さというか、皆さんがその自分たちの山に対してあったり神事として行ってるんだっていうことに対するそのなんかプライドみたいなのがすごいかっこいいなっていうのを、うんうんうん、私も、まあ、生まれが宮崎県で子供の頃に大牟田に越してきてはいるものの、どこの山ってこう深く関わったことがなかったので、正直あんまり分かってなかったんですよね、うんうんうん、まあ、ここ数年その大蛇山の取材とかを、まあ、編集長と一緒にやるようになって、であ六山ってやっぱちょっと神事としてやってる分なんか違うとこがあるんだなとか、ほんとそのぐらいの感覚だったんですけど、うん、改めて今年は私が担当させていただいて現場に行ってお話を伺うと、自分たちは神事としてやってるのでっていうことで、その氏子さんの幸せだったりとか、まあ、観覧のお客様の幸せを願って奉納してますということで、うんうんうん、なんかお祭り騒ぎじゃないっていうのをすごいひしひしとこう六山取材してると感じる。まあ確かにね、はい、まあこれこの前来てもらったそれこそあの事業あの六山の池田さんとかも言ってたけども、そのよく みんなもしかすると六山関係者も勘違いしてるけども、六山が偉いと、で他の山は、ね、その下と、はいはい、まあ理由はっていうと長くやってるんだとか、はい長くだって300年も400年も続いてるわけじゃないんだからと思うんだけども、はい、私も最初の頃やっぱそう思ってたんですよね。格が違うと。でもそうじゃないんだと最近思い始めて、まあ、これは今小梅さんが言われたり、はい、さんも言ったみたいに、そもそも その山のできてる意味合いが基本的に違うと、やっぱり6つの六山と言われるところはそれぞれに、神社があって、そこを神社を祭り以外の時でもちゃんと守ってて、年間を通して長い間、まあ、それが地域だったり宮司が行ったりはしますけども、でそこそれの一つの夏の祭典行事として行っていると、まあ、そこに当然子どもたちも来るけども、基本的には神様が降りてきた大蛇山を操って、巡行するのも、神様が地域に出向いていって、はい、そこで土地を浄化していって、はい、無病息災にきれいにしていくというための、ほらいい話というと向こうから一光さんが手を振ってるすごい笑顔でしたね。めっちゃいい話が台無しだまあまあそういうふうなのを、じゃあまあそういうふうなところも、まあ、ある程度はなんとなく感じたというか、そうです、ね、まあ、遊びじゃないっても変な言い方だけども、なんでそこまで熱くなってるのかなっていうのをすごい気になって
ってたんですよ、うん、その30代とかって特にすごい自分のことで忙しいし、うんうんうん、仕事も一生懸命やらないといけなくって余力があんまりない世代なのに、うん、なんでこんなに1年間のたった2日間のために一生懸命やってるんだろうと思ったけど、あ、なんか守らないといけないものが男たちにあるんだなっていうのをすごい感じました。かっこいいですね、ね、うん、守らないといけないものがあるんです。私が言うなっていうところですけども、え、まんじゅう、まんじゅう、カステラまんじゅう。カステラまんじゅうはね、まあ、うちが守る。そうでした、間違ったなと思って、そうね、まあ六山のいいところをずっと言ってると相対的にじゃあ地域山はっていうふうになるけども、決して多分そうじゃなく、まあ今回は多分六山だけだったろうけども、はい、まあもしかして来年とかは地域山の方もだろうけども、はい、そこはそこで、うん、その規模の大きさとかが小さいとかいろいろあるかもしれないけども、多分そこは子どもたちのためにとか、そうですね、商店街の地域活性のためにという、はい、うん、また違う意味合いで一生懸命多分されてるところはあるだろうと思いますけどね。その誰かの幸せを願って行われているものなんだっていうのがちょっと感動です、うん、お祭りが、そうね、なんかみんなが楽しくやってるじゃなくって、うん、その誰かの幸せ、人々の幸せを願ってやってるんだって、多分それは六山はその神事として氏子さんとかっていうのがあって、地域山だったらその地域の人たちへの思いがあって、あ、そういう思いのもとに作られた祭りなんだって思うと、あ、守っていかないといけないなって、うん、こちら側もです、ね、多分それぞれの、うん、それぞれの思いでや、たまたまその大蛇山っていうものを使ってるけども、うん、はい、形も似たようなもんだけども、はい、それはその六山とか地域山以外にも、ちびっ子、ま、ちびっ子の大蛇山の幼稚園のやつとか保育園のやつとかにしたって、はい、多分気持ちは一緒なんだろうなっていうふうには思いますよね。でもまあ自分たちが六座にいるからいいわけじゃないけども、はい、やっぱりうちのが一番かっこいいよね、うん、かっこいいです。ここだけにしときますけどかっこいいですね、はい、本当にやっぱり誇りは持ってますよね。でもやっぱりそれが時代とともに裏面に出てしまって、うん、結局厳しいと、例えば、ね、山を引くの一つ、うん、それから肉は女みこしと言いますけども、うん、後ろについてる山の後ろに女の子たちの練習一つ、はい、その同じようにつくんだったら楽な方がいいとか、うん、もっとなんか華やかな方がいい、うん、その肉はその髪の毛も染めちゃダメだ、うん、まあ、あらゆるところを細かく決めてしまうので、そういうところが嫌だっていうふうになってしまうという時代の流れもあったりという、うん、やっぱ苦悩するところはね、それぞれあるんですけどもね。でもその岡田さん、うんうん、六山事業推進部の岡田さんがおっしゃってたのは、その厳しさがあってこその達成感だから、その緩くして100人集めることよりもこの厳しさを受け継いでくれる5人が集まってくれたらいいっておっしゃってたのはすごい印象的でしたね。でも5人じゃ山動かんよって言った方がいいよ。5人で動くんですかってそれちょっと難しいですそのコアに関わってくれる、それが今まではでもね、そういう風になったの多分六山でもね、今の若い世代じゃないかな、うん、昔は、まあ、オラガ祭り、オラガ神社っていうのしかなかったから、うん、そういうそこを一生懸命やってるだけで、その理由とかは後付けだったと思うのね、うん、だから排他的でもあっただろうし、気に食わんやつは喧嘩してでも追い出しみたいなのもあっただろうし、まあ、その辺がまあ多少は自分たちの祭りだけじゃない、大牟田の祭りもっていうになったんで、うん、その辺は少し洗練されてきたところはあるかもしれないですね。で、明日でツアーが終わって、はい、あと2日間、え、違う、今日水曜日なので、明日で木曜日でツアーが終わって、はい、金曜日は、金曜日はまとめ記事としてこれまで、うん、取材してきた大蛇山の記事を改めて皆さんにご紹介するのと、じゃあお祭りのスケジュールとかも詳細に載せていきたいなと。ああ、そうですよね、はい。で、祭り当日はどうするの？朝からついて回っちゃおうかなと思ってます、ね、暑いですよ、はい、絶対暑いです、はい、どこにって聞かない方がいい？一応ですね、今回はその岡田さんのインタビューから始まったので、うん、岡田さんのところに密着させていただこうかなということで、大肉ですね、はい、肉に密着します。了解です、はい、そのポロシャツを着て、はい、大牟田人巡りの
ポロシャツを作っていただいたので、はい、音楽が鳴ってる時にそのポロシャツには私は触れませんってあなた言ったやんね。触れてくれました。ありがとうございます。何のポロシャツか。あの、おむた一巡りのロゴが入ったポロシャツをですねプレゼントしていただいたんですよ、うん、これどこって言っていいか分かんないから黙っときますね。え、なんかお金持ちのおじさんですか。そういう怪しいやつじゃないです。そうなんですね。はい、公的なとこからいただきました。じゃあ、まあ、選別みたいな感じで。はい、で私はいつも生地に出るときは華やかなイメージで生地を作ってるので華やかな服を着てヒールを履いて写真に写っていくんですけど、うんうん、こう大蛇山取材してるうちに私をこの男たちの熱い思いを怪我しちゃいけないなって気持ちになって今年はこの大蛇山はこの私も清掃っていうことでこのポロシャツとスニーカーで汗かいて泥臭く回ろうかなって。なんか漏れ浮きたまるとカメラも新調したと買っちゃいました。どこからか入る人なのね。あ、いやそんなことないんですけど、はい、あの大蛇山の姿を去年一昨年も撮ったんですけど、うんうん、夜はやっぱ撮影がなかなか難しくって。去年でしたっけ、あの肉と三個の最後のすれ違いに来てもらったの。あれ一昨年。一昨年ですね。あれ初めてでしたもんね。そうです。もっと美しくその姿を撮りたいなと思っていいやつ買っちゃいました。頑張ります。まあ、できれば最後の山崩しを、はい、はい、でもこれも私たちは自分の山のことしか知らないんですよね。全てがそうなんです、うん、実言うとね、独山独山って偉そうに言ってるけども自分たちの山以外のことは何にも知らないのね、うん、見たことないですからね、うん、で自分たちの山の通りみんなやってると思うから、はい、その山崩しの仕方も全然違って、なんだそりゃというのがねあるんで、もうぜひそういうところまで本当にあのもう何回も山を見てる方にはぜひその最後の山崩し巡行とかお気に入りの、まあ、できれば六山がいいんですけども山を見つけて、まあ、大体日曜日の6時半ぐらいからスタートして、10時ぐらいにそれぞれのお宮に帰るんですけども、帰って最後にその頭を落としてまあ、灰になっていくところもね、うん、あれを見てもらうとちょっといいかなっていうふうに思いますよね。そうですね、うん、もうあの全員がギリギリの状態で最後の最後までやってるので、あの 祭りの後っていうのを ね、あれしてもらえると。うちの編集長泣いたって言ってました。いや本当泣きますね。泣いたって言ってました、うん、まあ、結局確かにその365分の2なんだけども準備は多分その翌もう次の日からずっとやってるんで、365日やってるんで、はい、それのがね少しずつあのなんか重さと厚さを増してくるってきて爆発するのかなって感じですよね、はい、今年も暑いです。今年も暑いと思いますけども、いっぺん外から見てね、はい、で見ますよ。でね、はい、他の山の山崩しに見えてくる。ただ自分の山の方が好きなんで。そうだよね、やっぱり自分の山を見に行こうこそっと行くつもりでいますけど、はい、もうぜひとりあえずその六山だけ言わせてもらうと28日の土曜日に、7時10 19時10分ぐらいから六山巡行というのがあります、はい、そこに来てもらうと今お話をしたあるいは、御手一目くれに乗ってる6つの山、はい、もしかするとその人たちにも会えるかもしれませんので、はい、お願いしたいと思います。ということで、今日は、ゲスト、大牟田ひとめくるライター、小森さんでした。はい、ありがとうございました。お、1分ある。お、お願いします。はい、そろそろ閉店のお時間です。番組では温かな応援メッセージや時々あるコーナーへのメッセージをお待ちしております。宛先は 793@fmtanto.jp です。またふるさと大牟田屋のフェイスブックページもチェックしてみてください。今週土曜日日曜日大牟田で夏祭りがありますので皆さんぜひお越しください。お待ちしております。大牟田物産振興会がお送りしましたふるさと大牟田屋、また来週8月1日水曜日午後2時に開店いたします。小森さん今日はどうでしたか。まだ時間があと ここで、ここで急に抱きしめたのに、はい、そうです、もうちょっと時間があったんで美人にちょっと聞こうかなと思いました。でもこのねお祭り直前の回にこうして大蛇山
の特集で読んでいただけたっていうのはすごい光栄だなと思ってますので。もう直前ですからね、毎年。絶対思ってない。いや思ってます落としときましょう記事頑張って書きますので、はいはい、よろしくお願いします。お祭りの後の記事も、ね、そうそう、あのぜひ、はい、一目ぐらい見てください、はいね、はい、それでは本日は閉店いたします。ご来店ありがとうございました。